ナショナルレディオクワイエットゾーンに設置されているロバートバードグリーンバンク望遠鏡俯瞰地帯は電波の届かない地域あるいは電波の送信が規制されている地域俯瞰地帯とは電波の届かない地域で山間部や人家のまばらな地域でヒート的に存在する例や電波天文学において携帯電話や電子機器による電波障害を避けるためのナショナルレディオクワイエットゾーンや 無線通信の防獣を避ける目的の無線封鎖のように、意図的に無線機の設置や使用を制限する領域が設定される例もある。また、周波数によっても、中波や短波、超短波は届くが、直進性の高い極超短波は届かないという例も、多々ある。送信地点から見通せる範囲と電離層での反射によって、電波が到達する領域との中間に生じる。 見通し距離で伝わる直接波または地表に沿って伝わる地表波はある距離で急激に減衰する。また、送信元から出た電波が電離層に反射して最初に地上へ戻ってくる地点が直接のみや地表波の距離より遠いと電波を受信できない領域が発生する。これがスキップゾーンである。無線通信の防樹を避けるため無線機の使用が制限される。 携帯電話の基地局であれば増設したり、地下街や地下鉄の車内であれば、フェムトセルのような小規模な基地局を設置したり、漏洩同軸ケーブルを使用して電波を伝送することによって解決する。ありがとうございます。